それでは参ります今日の問題はこちらです、うん、広島県のある場所を表す暗号になっていますひらがなで答えてください何々しとひらがなで答えてくださいね、うんうん、何々の部分をあんまり山にこだわっちゃダメなんですよあそうなんですよ、うん、山はま惑わしてしまう、ねね、そうなんですよ山はない結構早かった, <laughs> 結構早かった 小さい声で言いました。もう今。結構本当、ごめんなさい。今放送には、あの、持ってないかもしれませんけれども。なん声で。わかるよね。西田さんに向かって。結構早かったねって言いました。あれ、全部オですよね。そうなんです。はい、ここオというものを。なんですか、これ。はい。 おのどういうものか。はい。わかりました。この道に沿ってずっとおが並んでいますね。このおの数は関係ないです。平今そうなんです。今、ありえなく大きなヒントを言ったんですが。はい。私もね、最初これパッと見た時に、え、岡山みたいに思ってしまったんですが、広島県の中でね。岡山は。あまり邪魔されるね、どうしてもね。そうなんです。この、もう山でも市街地でも、どこでもよかったんですよね。ただ、このおというのが並んでいる。 このロードが、ねうん、ロードというか道路というか <laughs> それが何を表すかということで、まあ、まずは「王から始まるところを考えるとまあ有名なところですからパッと思いつくのではないでしょうか、うんうんまあ、風光明媚なところ<う>自社仏閣も多いですよね、うん、映画の街でもありますタイムアップとなりました正解はこちらです。 で尾道ひらがなが正解でした尾道そのままでしたね二百八十八そして一桁のうわよん四位ですああ一番悔しいやつですねベスト三にギリギリ入れなかったこの悔しそうな雰囲気名前乗らない会のトップですベスト三の皆さん笑ってやってくださいさあそのベスト三の方こちらです最速最速のオートレオは一ママチャリさん二ワイワイワイさん三位持ちさんこさんですね。 このお三方に負けてしまった森さんでした。うん、でも笑顔でお願いします。ブチ<は>早よねをお願いします。一、はい、位のママチャリさんにブチ早えね。